ここがこれが発売になりました。月刊ボディービルディング。しゃい。念願のね、表紙。この表紙はもう去年から狙ってました、ここは。うん。ゴールドジムジャパンカップといえば、やっぱり去年もそうなんだけど、花形は、去年のトレンドからして75キロ超級。もうここ、これ一択。うん。まあ確かにクラシックフィジークとか私出てますけど、でもやっぱり、ボディービルディング75キロ超級。これはもう、もう迫力もあるし、これぞボディービルディングだっていうのがやっぱり75キロ超になってくるとやっぱり、おっていう感じはするんですよ。なんで、やっぱりボディービル始めた当初からね、本当に、75キロ以上の体を作るっていうのをこう目標にしてやってきました。それで、まあ、75キロ超級ということでエントリーしたんですけど、まあ優勝を目指して頑張りました。まあしかしながらね、やっぱりこう九州の選手はやっぱ強いですね。本当日本クラス別でもそうなんですけど、本当九州勢は強いです。で、やっぱり、この、ノーマーク。ノーマークだった浦岡選手。いや、出てきましたね。ダークホース。ノーマークの浦岡選手が、優勝を飾りました。でね、下馬評では多分私と荒川選手が優勝を争うんじゃないかと。そういう多分記事もね、まあ、あるというか、やっぱりほら、三島選手や荒川選手が名をつねるボディービル75キロ超級で優勝しとか、こう、やっぱりね、自分の名前もこう、三島さんと荒川さんの隣に並んで自分がどう見えるかって、やっぱりそこなんですよね。そこだったんですよね。そこだったんです。やっぱそこの部分で、こう、警戒されてる部分。三島選手、荒川選手など、強豪揃いの、中、見事優勝ということでね、やっぱりね、うん。そう。僕と荒川選手、下馬評では、ここだったんではないかなと思ったんだけど、この若き新鋭、浦岡選手、この選手、今後、来ますね。まあ、これこそ、まあ、登竜門だなっていう。うん、彼こそもう登竜門だな。彼みたいにもう、地方のチャンピオン。地方がのチャンピオンが急にボンと来て、これこそ登竜門だなっていう、まあ、ことだ、ですね。まあ、本当に。うん、登竜門ですね。まあ、登竜門っていう、あれはね、本当に、これが本当にベテランの矢野選手とかに、登竜門っていうのはやっぱ違うと思うし、こう人によると思うんですけど、うん、だから本当にベテランとかもたくさんこう、ね、ジャパンカップってこう、昔も今もそうだけど、ポンって出てくるじゃないですか。なんで、それが登竜門っていう表現で正しいのかどうかっていうのはちょっと、まあ、浦岡選手からしたらもう、これがもう、ターニングポイントの登竜門って感じですよ。でしたけどね、多分、うん、まあそんな感じで、まあボディービルはちょっと負けてしまいました。この敗因としましては、やっぱりこれ書いてあるんです、記事に書いてあるんですけど、フロントからはかなり良かったと、やっぱカットすごい出てて、でもやっぱりこう背面ですね、敗因はこの、ね、フロントの場はね、やっぱりこうボディービルって午後からだったんで、僕午前中本当にクラシックフィジークの方出てまして、でもね、毎回午後の方が調子がいいんですよ。それはなぜかって言ったら、筋肉はしぼんでちっちゃくなっても水が抜けるんで、フロントから見た時にものすごく肌の質感が良くなるんですよ。毎回血管がビヤーって走り始まって、大体だからね、いつも順位がね、ダブルエントリーとかしてると、午後の方が順位が上がるんですよね。で、そこは自分は感覚としてあったので、うん、今回もそこにかけたんですけど、やっぱりね、背中の部分で迫力が落ちてしまったっていうことを書いてありましたね。うん、フラットになってたと。まあ、それはやっぱり、
ダブルエントリーの影響もあったのかなと思います。逆にクラシックフィジークの方は背面部で、俺の方が良かったって書いてあるので、クラシックフィジークの方ではまだそっち、そこの張り感とかはあったのかなっていうところですね。まあでもね、もともとケツハムとか背中とかってめちゃくちゃ弱いんで、自分の場合は。で、浦岡選手の方が丸みがあって、まあ多分背中のモコモコ感っていうのかな、うねうね感が強かったんじゃないかなっていうんで、自分がベストコンディション持ってきてても、どうかなーっていう感じなので、まあ、これはもう妥当だと思ってます。はい。なんで、でも、僕もここで止まってる人間じゃないんで、まあ、まだまだ伸びしろがね、本当に、40歳ですけど、あるということでね。全然あるんですよ。トレーニングだって今まですごい我流でやってきてるし、別にこう、僕はなんか理論っていうのをあんまり知らないというか、理論的なことって一切やってなくて、まあ食事のメニューもね、減量中ってほぼ、同じメニューで、別にカロリー計算とかね、カロリーとかなんとかって気にしたことないんですよ。同じことを毎日淡々と続けるっていう、まあその理論的なことなんて一切やらないので、まあただ、こう横浜マリンジムとかで今こうね、ちょっと手稽古トレーニングをしに行ったりとか、してる中で、まあいろいろこう、勉強になることかなり多くて、いや、むしろね、本当にあそこまで追い込めるっていうのは、本当に、こう、ありがたいし、自分の限界を超えれる。なので、本当に、今後、体もそうだし、ポージングも、変わっていくと思います。はい。なんでね、楽しみですね。来年が。まあ、本当にだから、頑張っていきたいなと思います。本当に、ありがとうございました。表紙。これは本当に、夢だったので。はい。そんな感じで。ありがとうございます。